アーチボードメンジーズ、アーチボルドメンジーズは、スコットランドの国、植物学者、博物学者である。パースシャーのイースタースティックスに生まれた。兄のウィリアムと、王立植物園で働いた時に、エディンバラ大学の植物学者、ジョン・ホープに見出され、医学を学ぶことになった。外科医の資格を得て、医師の助手をした後、繊維助手として、海軍の軍艦に乗船し、 アメリカ独立戦争のセインツの海戦に参加した後、カナダのハリファックスで勤務した。1786年に毛川貿易のためのホーン岬を経由しての北太平洋への航海を行った商船の戦意に起用され、北アメリカ、中国、ハワイを航海し多くの植物を収集した。1789年に帰国し、1790年に ロンドンディンネ協会のフェローに選ばれた。1790年にジョージ・バンクーバー船長のディスカバリー号による世界一周公海に博物学者として任命され、1791年から1795年の間行われたの世界一周探検公海に参加した。1794年に3度目の冬をハワイで過ごす間に、 ジョセフ・ベーカーラとマウナロアさんの山頂のモクアウェオウェオに記録に残る最初の登頂を行った。メンジーズは携帯用の圧力計を用いて山の標高を測定した。1795年にはチリの総督との食事にデザートとして出されたチリ松の実を戦場で育ててイギリスに持ち帰った。航海の終了後、西インド諸島で勤務した。 1799年にアバディーン大学で学位を得た。退役後、ロンドンで医師として働き、ロンドンディンレ協会の運営に貢献した。ロンドンで没した。筒ジ科の洋楽筒ジ族の学名メンジエシアや、松カの種、米ツに、懸命されている。筒子科一ゴの貴族の種の学名アービュートスメンジエシーにも、懸命されている。 マウナロアさんの登山道、アイナポトレイルは、メンジーズらが登った道で、メンジーズトレイルとも呼ばれる。メンジーズは、植物の学名で命名者を示す場合に、アーチボルドメンジーズを示すのに使われる。アーチボードメンジーズ、ウィリアム・フレデリック・ウィルソン、エド、ハワイネイ128イヤーズアゴ g ジャーナル・オブ・アーチボードメンジーズ、ケプト。 デューリングヒズスリービジッツツーザ・サンドウィッチ・オア・ハイアンアイランズ・イン・ザ・イヤーズ1792から1794キューガーデンの記事ありがとうございます